後半45分キックオフです。ボールは外に出ました。スローインです。松田力久、サイドから攻撃でしょうか。清武、サイドから勝負に行くか。これは見事なインターセプト。相手が寄せてきました。相手ボールになります。相手ボールになりました。清武、まずは1点取り戻したい。ゴール、ゴール。相手よりも人数が多い状態ですので、チャンスをしっかりゴールに変えています。決定機を逃し続けると嫌な雰囲気になりますが、ここは冷静でしたね。完全に決まったかと思われた試合でしたが、これでなんと1点差です。追いかける方に勢いがあります。もう分かりませんね。エムレイカン、ラファエル・ゲレイロ、ユリアン・ブラント、アラバ、ボールを回しますがなかなか崩れません。このパスは読んでいました。このミスは痛い。相手にパスを出してしまいました。ここから狙うのか。このカットは大きい。しっかりと奪いました。柿谷陽一郎、香川真司、柿谷、これはよく見ていた。同点になるのか。キーパーが止めましたが、ボールは生きています。自在にパスを通していますね。清武博、相手に当たりスローインです。ユリアン・ブラント、ボールを奪われました。柿谷、同点に追いつけるか。これは決まりません。スコアは1点ビハインドのままです。確実に決めておきたいシュートでしたね。リードされている焦りがフィニッシュに影響したのかもしれません。サンチョ、ジェイドン・サンチョ、ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。ボールを運びゴールに襲いかかります。パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。点差を詰めたい。入った。これは見事なゴールでした。人数のアドバンテージを生かしましたね。退場者を出すとどうしても守備が足りなくなりますからね。すぐに点も取り返しましたね。失点直後でしたが、うまく気持ちを切り替えて攻めました。パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。見事なシェアです。オフサイドの判定です。ボールを逆サイドへ。ラファエル・ゲレイロ、アラバ、ここはディフェンダーが読んでいました。ブラント、
得点もあり得た場面でしたが、このボールはカットされました。山口ホタル。レフェリーはアドバンテージを見ています。乾、さあどうする。乾、入れば同点ですが、なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。相手が寄せてきます。相手陣内でのプレス、ボールを奪い返します。柿谷、これは面白い。思いっきりよく飛び出して見事にセーブ、止めています。タイミングがバッチリでしたね。素晴らしいスルーパス。まだボールは生きています。おっと、裏へ出した。何を狙うのか。入れば同点となります。入った、ゴール。これで同点です。この終盤でなんとか追いつきましたね。こうなると精神的には相手より優位に立っていると思います。香川の鮮やかなゴールが決まりました。チャンスで落ち着いてましたね。中心選手としてしっかり責任を果たしてくれました。両チーム合わせて大量のゴールが生まれています。ドリブルで相手を揺さぶります。何をしてくるのか。ゴール。選手交代があった矢先のゴールです。作戦として考えていたとは思うんですが、しっかりと期待に応えられる選手はそういませんよ。ゴールです。後半ついにリードを奪いました。ここに来ての得点は大きいですね。ここから攻め続けるのか守るのか、はっきりさせた方がいいでしょう。非常にゴールシーンの多い試合です。苦しい試合ですが、ホームのサポーターの歓声は大きくなっています。選手たちにもよく聞こえているはずです。このまま黙って負けるわけにはいかないでしょう。これは通しません。硬いディフェンスです。高木俊幸、カウンターアタックに入るか。香川に絶好のパス。香川のオフサイドです。アクラフ・ハキミ、サイドへパスを出します。香川真司、素晴らしい読みでインターセプトしました。素晴らしい視野です。ゴールキックが直接相手ボールに。これはまずいぞ。これはもったいない。オフサイドです。ラファエル・ゲレイロ、エムレジャン、このパスは通りません。これはさすがに読まれていました。ここはカウンターアタックを狙うか。カウンターは失敗に終わります。ここから狙うのか。ここで試合終了です。いやー、サポーターから激しいブーイングが起こっています。福西さん、これは退場の判定に対するものでしょうか。はい、あそこ